私はとてもワクワクしています。なぜなら、これまで成功している大企業が決してあなたに知られたくないと、必死で隠してきた秘密をあなたにシェアする時が来たのです。それは、パブリックドメインと呼ばれる著作権フリーのコンテンツです。パブリックドメインの中には、書籍、映画、音楽、写真などのイメージが含まれます。あなたはパブリックドメイン作品をあなたの商品開発に活用することができます。映画や書籍など、一発当てればあなたの会社ができてしまうほどの威力を持っています。私は、このパブリックドメインを、どのようにあなたのビジネスに活用するのか明らかにします。さらに、パブリックドメインをオンラインビジネスに活用する50のアイディアを惜しみなくシェアします。最後に、あなたがパブリックドメイン作品を簡単に入手できる50のリソースをリストしました。あなたがパブリックドメインについて何の知識がなくても大丈夫です。これだけで千金に値する情報となるでしょう。これまで一部の企業だけが独占してきたパブリックドメイン作品をあなたの起死回生の最終兵器として成功をつかみ取ってください。私はあなたの成功を確信しています。ありがとうございました。